専業農家、専業農家っていうのは我が大分県は1割切ってるやつ、ところが北海道 72% 専業農家。この数字皆さんいかがですかね。それから就業平均年齢56歳、今全国平均は56歳ですけど、56歳。ただね、小さな田舎はアメリカもヨーロッパもね、農業就業年齢高くなってるんですよ。それは機械を使うもんですから。だから日本だけがその農業後継者がねいないという状況ではないんですよ。非常に外国も就業年齢が上がっているということですね。まあ、こんなことの指摘もございました。それで、知事が、あるいは県道議会議長が、JA 会長が口を揃えておっしゃることはですね、TPP に参加する、遅れますながら参加して、本当に交渉の結果、いいですね、TPP のルールを作ることができますか、大丈夫ですかという、そういう懸念を持ってですね、それから今まで情報が全く外に出なかったから、今後大丈夫でしょうね、こういうことでしたから。はっきり言って参加するのに2年ぐらい遅れとったことは事実だ。この2年間交渉の部屋の外にいてですね、また交渉に参加せずして、ああでもないこうでもないと思いを巡らしてきたわけで、これから参加する、参加する以上はですね、すでに先発組がもう決めたルールとか合意以降は蒸し返してはダメよとこう言ってるんだけど、今から参加するときに、はい分かりましたそうしますなんていうことだったら参加しない方がいいとか言ってるわけですね。外国交渉なんだから、先発組が決めた後に後発組に入っていったらですね、思いっきりですね後発組の主張をして、日本の主張をして、それが全く通らなかったら参加しなければいいとか言ってるわけですね。全く通らなかったらですよ、参加する意味ないじゃないですか。まあまあ、まあ、彼らもそこで安心したとは思いますがね。まあいずれにしても、これからの交渉の戦略的なアプローチとしては、やっぱりオバマ大統領とよく組むことでしょうね。ね、日米双方タッグを組んでスクリーンプレーをやると。そのためにはよくよく内々に打ち合わせをして強引なこともやると。無理も押し通すと、そういう交渉を展開しなければならないと思っております。まあ、私は5月、ね、それからあとは7月、9月、10月とこう来るんだけどね、まあ、7月は用意されてなかったけど、今だんだんと、ね、7月もやったらどうかということですから、まあ、5、9、10となってるんでね、5月、9月、10月。決まらないと思うね、僕は。日本が決めないんじゃないの。僕は座ってほしいと思って、日本が乗り込んでいってさ、テーブルひっくり返してもいいからさ、もう狼藉を働いてもいいから、結果的にはね、決まらないと、そう簡単にね、それくらいでやってほしいなと思います、本当にね、シャンシャンで決まっちゃって、結果的には5品目も取れなかった、ね、それから保険の分野も、あるいは国民皆保険制度のことも、ね、壊れてしまうと、そんなことなら参加しなければいいと思いますよ、ね。まあ、どうせ日本が参加しなくたって、ね、ちょっと待っておけば TPP 11カ国の皆さんもぜひ日本に入ってくださいと言ってくるに違いないから、それからもういよいよ本格的なその交渉が動き出す RCEP というね、もう去年の11月立ち上げていよいよ動きますが、この16カ国の連中も日本向きにはと思っていると思います。それからその向こうにある21カ国で構成される EFTA だってね、日本が入りませんよ、入りませんよって言ったらね、とんでもないと、絶対日本入ってくれと、このようにね、お招きに来ますよ。私そういうの確信してる。だから日本は相当にね、この TPP の交渉に今から出ていくんだけど、主張すべきことはどんどん主張する。そして今までのルールについてノーという、壊るべきだという、そういったことをやっていく。そのためには政府だけじゃできませんよ、
だから11カ国と日本国との友好議員連盟があります。日豪友好議員連盟、日ニュージーランド友好議員連盟、そういう友好議員連盟のメンバーがニュージーランドに行き、オーストラリアに行き、メキシコに行き、カナダに行って、そしてその国の国会議員を使って、その国の局長クラスとの会合をどんどん持つ。でなきゃ情報は取れません。日本の課長がカナダの課長とかいくら話をしてみても、いや秘密情報、秘密かけられてますから、ね、これは外に出せませんって言ったらもう終わっちゃうんですよ。ところが国会議員は乱暴ですから、ね、何言ってるとね、何とかでしょ、そこは何とか教えてくれ、何とかどうなってるか、ね、情報取れるはずですから、ね、まあ、そんなことをもう作業始めなきゃいけない、これから。だからそういうそのチームをね作っていくと、まあ、ということですね。頑張ろう。まあ、そういったことを高橋さんに言ったらだいぶ安心しました。だいぶ安心しました、ね、相当構えてきたけど、うん、まあ、その辺のところ、私もただいいダブダブと聞くだけじゃないですか、うん、ちょっと待ってください、うん、農業、農家だけで農業、農村は成り立ちますか、うん、それじゃないでしょうということは、ピシッとびっくりしたの顔してたけどね、ね、北海道だって、大分県だってね、市町村ね、全市町村ね、65% は国から交付税なり助成金なりね入ってるんですよと。市町村の予算 65% は国が用意してねおるんですよと。その用意するお金を我々は用意しなきゃいけない、国全体としてですね。そこは考えてみてくださいよと。自分たちだけで成り立ってる、そういうもんじゃないか。だからやっぱり農業、農村に対する国民の理解、国民の共通の認識、そして私たちも農業を支えようという、そういう、ね、思いを全国民に持ってもらうような、そういう努力もしないと、これはうまくいきませんよということを申し上げました。まあ、普通はそんなこと言わないんだけどね、私は言いたいです、そこは、ね、言いました。